ダサいよ。夢の香りがする。ご無沙汰してます。ドリームキャッチャー長岡です。僕が受けるのは玉じゃない。夢だ。ドリーム。およそ1年ぶりですね。ドラフト候補の玉を受ける。いや、夢を受けることができるのが、2人僕プロ輩出してますから。おそらくライオンズ関係者がこの企画見てるんじゃないかというぐらい業界認知度も上がってきてます。はい、業界視聴率ナンバーワンを目指すこの企画、今回やってきたのは福岡屈指の強豪校九州産業大学。ここにプロ注目の剛腕ピッチャーがいるそうなんです。どんどんグラウンド入ってく。あ、ですね、先頭の列です。奥から4人目分かりますか？今後ろ向いて分かりますか？取れました？分かるでしょ、夢の感じで。足が長い。いや、今時の体型ですね。でもなんだろうな、朗らかなオーラの持ち主ですね。それではご紹介しましょう。彼こそが九三大が誇るドラフト候補、渡辺翔太投手。素敵な笑顔。ねえ、素敵ですよね、笑顔。しかしマウンドに立つと表情は一変。そのストレートの最速は151キロ。さらには多彩な変化球でバッターを翻弄していく超本格派のピッチャーなんですね。で、大学4年間の通算成績驚異の20勝2敗。もう往年の斎藤和美さんのようなね、負けないエースとしてチームを牽引してるんです。さらには今年の6月、九州では唯一大学日本代表侍ジャパンにも選出。世界を相手に戦い、一回りも二回りも成長したスケールの大きなピッチャー。さあ、そんな渡辺投手のボールを受けさせてもらうわけなんですが、意外な一言が。去年隅田投手と仲良くっていうか、はい、見てもらったので、はい、それでちょっと、はい、認識してくれたんですか？はい、一応、はい、嬉しい。いやグータッチ、はい、ありがとうございます。いや、本当ですか？はい、隅田投手は、はい、ライオンズに行きましたけども、ね、渡辺投手、はい、プロまで見送れるように、はい、頑張ります。本日は何卒よろしくお願いします。役割が大きくなってない？いや、もうザ・好青年という感じですよね。それでは早速キャッチボールからお供させてもらいました。あー、ビシビシ来てます。いいスピンです。はい、うわー、ちょっと早いな。はい、ナイスボール。やばい、めっちゃ伸びる。もうキャッチボールの段階から怖いぐらいの伸び方をしていて、いよいよ座りの状態。渡辺投手真の号泣を体感させてもらいます。まっすぐです。はい、ストレート。はい、はい、うん、あー、いぐい、あー、いぐい。ナイスボール。うわ、いや、痛いですね。ありがとうございます。ジンジンしました。ナイスボール。いいボール。やばい、手が壊れる。伝わりますかね、このキレと伸び。もう8割ほどの力ということだったんですがね、力強いいいスピンのストレートでした。いいですね。痛い。アナウンサーが受ける球じゃないよ。そりゃそうだよ。ね、震えが止まらないんです。さらにはいろんな方向に多彩な変化球を操る渡辺投手。すごいスライダー。これ決め球のこのパーフェクトボールがね、切れ味抜群で、さらにメジャーリーガーのダルビッシュ投手が考案したスプリームというボールは、まだ世界でもね、使い手がほとんどいない魔球なんですね。ナイスボールです。チームの指揮を取る大久保監督もその能力を高く評価。何かプロ行ったんですけどもね、その中でもやっぱり 1,2 番のポテンシャルじゃないかなと。プロに入るだけがね、目的じゃありませんから、一軍でね、活躍するようなやっぱり選手になってもらいたいな。いよいよ目前に迫ったドラフト会議、渡辺投手の現在の心境は。ドラフトに向けてはどうですか、はい、気持ちは。いや、まだ本当緊張もなく、やっぱりワクワク。多分当日とかなったらもう本当多分やばいと思うんですけど。やばい、やばいっしょうね、多分、だって人生のあれなんで、もし選ばれなかったら、わ、何しようってなるんですよ。どうしようかな。練習中からそうだったんですけど、すごい感情表現豊かで、はい、なんか笑顔も印象的で。笑顔でおるってのはもう本当ずっと心がけてるっていうか、うん、新しい場所行っても通用するっていうか、もう仲良くなれるなっていうふうに思います。なんかめっちゃ素敵です。いやいや、先生ありがとうございます。すっごい接しやすいですもん。ありがとうございます。なんかすぐ好きになっちゃう。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。
もうこうとっても人を引きつける魅力がたっぷりの、ね、渡辺投手なんですね。それでは今後の夢について。夢は本当に一番好きな選手が大谷翔平投手なので、もうその大谷翔平投手と会うまで野球はやめたくないっていうふうに思ってるので、後輩っぽくはしっかりもう来いって言って可愛がってもらいたいですね。ドラフト候補ですよね。はい一応す、いやでも楽しみですね。楽しみです。はい、ずっとそんな感じなんですか、いつも。自分ですか、うん、はい、もうずっとこんな感じですね。笑顔でもずっともうちょけてるんで。またプロになってインタビューさせてください。あ、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。